スが非分使い。あ、サイカちゃん。アイカちゃんのことで怒られそうな予感。あんた、アイカに何を言ったのよ。あの子ったら大喜びではしゃいで、すごい騒ぎだったのよ。え、大喜び？私の頭の中で踊るものだから、今までずっと寝られなかったわよ。リカちゃん、怒ったわけじゃなかったんだ。よかった。アイカちゃんは今どうしてるの？踊り疲れて寝てる。そんなにも激しく？そういうわけだから、もう少し一人でいて。アイカが起きたらまたそっちにやるわ。アイカちゃん、何がそんなに嬉しかったんだろう。後で聞いてみようかな。今はハセオの様子を確かめるか。ルミナクロスのアリーナへ行こう。よし、ルミナクロスのアリーナに行こう。アトリ、どうしてここに？トキオさん、私、ある方からハセオさんの目的のことをお聞きしました。シノさんという方を意識不明にした PK、それで私、ハセオさんの力になれたらと思って、アリーナのこと勉強しようと思って。アトリ、多分これ以上ハセオと関わってもアリが傷つくだけだと思うんだ。だから。でもハセオさん、時々とても苦しそうな目をしてます。苦しい時に誰も助けてくれないのは辛いから、私、だから私、ハセオさんの力になりたいんです。アトリ、分かった。でもアリーナには入らない方がいい。大丈夫、ハセオは俺が何とかするよ、信じて。ところで、ハセオのことを教えてくれた人って誰なの？名前は伺ってません。すごく背が高く、背が高くて、メガネか。まあ、とにかくハセオの方は俺に任せて。取りました、トキオさん。それじゃ、ハセオさんお願いします。ハセオの事情とか目的とかは、元旅団メンバー以外は知らないはず。ひょっとして…おい、トキオ！あ、クン！悪い、少し遅れた。待ったか？いや、今来たところだよ。そうか。あと、タイトルマッチはもうすぐだな。それじゃ。今回のハセオの相手はエンデュランス。ハセオと同じ非分使いか。ハ
始まるぞ。非分使い同士の戦いが。死の恐怖ハセオ VS 誘惑の恋人エンデュランス。さあ、両雄並び立たず決着をつける時がやってきました。君はつまらない、それに醜い。ああ、消えてくれ君の。試合開始。死の恐怖馳せよ。チャンピオンを場外に叩き落とした。圧倒的すぎる。同じ碑文使いでここまで差が出るなんて。チャンピオンエンデュランス敗れる。勝ち残ったのは馳せよだ。悪い、時をちょっと用事を思い出した。じゃあな。クン、急いで出て行ったぞ。どうし、まあいいか。とにかく長谷尾と話をしなきゃ。アリーナから長谷尾が出てくるまで散歩でもして時間を潰そう。泣きながらどこかに行っちゃったぞ。アセオはまだアリーナから出てこないみたいだ。もう少しタウンを散歩してみよう。広場にも
ギルドショップの屋台があるのかな。ちょっと覗いてみようか。はーい、いらっしゃい。ここです。このお店から美味しそうな匂いがします。ここもハンバーガーを売ってるんだ。いくらだろう。あ、ごめんなさい。ハンバーガーならさっき最後の1個が売れちゃったところだよ。そうですの。すごいがっかりぶりだ。でも売り切れなら仕方がないか。そろそろ長谷尾が出てくる頃かな。愛華ちゃん。はい。そんなにシュンとしなくても。次にお店を見かけたらご馳走してあげよう。よし、アリーナに行ってみよう。長谷尾の姿は見当たらないな。ん？裏手の方から話し声が聞こえるぞ。あれは。長谷尾、お前は秘文使いを何だと思っているんだ。お前のスケースはザ・ワールドのシステムから逸脱した力なんだぞ。そんな力を無制限に使えばこの世界のルールは無茶苦茶になってしまう。だから俺たち秘文使いは力を軽々しく使ってはいけないんだ。くだらねえ。どんな用かと思えばまたお説教かよ。考え直す気がないなら俺がお前の性根を正さなきゃならない。同じ秘文使いとしてお前の行動を見過ごすことはできないからな。ああふっあんた甘すぎ。なんだと？見過ごすことができねえってんなら何も言わずに仕掛けりゃいいじゃねえか。わざわざ宣言しなくたってよ。今すぐにでも。汗を。自分で言っておいてためらってやがる。甘いんだよ、お前は。メガスリーフシールド。メガスのシールドを切り裂くとは。ハセオ、お前なんてことを。
消滅した。いいぞ、俺の中に力が満ちてきた。おい、トキオ、邪魔するならこいつと同じ目に遭うことになるぜ。よ、大変です。今はっきりと見えました。背尾の中にアイダがいます。なんだって？じゃあ長谷尾はアイダに操られて。違います、逆です。長谷尾の怒りがアイダを掴んで離さないですの。あの子苦しんでる、早く助けてあげないと。長谷尾の暴走はアイダが原因だったのか。どうすればいいのか考えなきゃ。クーンのことも心配だし、一旦グランホエールに戻ろう。木でアイダ、アトリがギルドマスターを PK だって。トキオ、私も行きます。みんなを、アイダたちを沈めないと。わかった、一緒に知識の蛇に急ごう。知識の蛇のアットホームはマクアヌの橋あたりにあったはずだ。マクアヌの橋から知識の蛇のアットホームに行こう。知識の蛇のアットホームはあった、あそこだ。現在の状況はメールで伝えた通り。あの争い嫌いのアトリが月の木のギルドマスターを PK するなんて。それに長谷尾はなぜこのタイミングで月の木に行く必要があるんだ。碑文は碑文と、そしてアイダと碑文も惹かれ合うものなの。
らくハセオは月の木に充満しているアイダや PC データの匂いに引き寄せられたの。自らの力をパワーアップさせる糧とするために。そんな、もはや事態は一刻の猶予もならない。ファイと共に現場に急行し、アイダの鎮圧およびハセオの拘束に当たってもらいたい。マクアヌのカオスゲートまで行けば、私が月の木へのルートを指示するわ。よし、マクアヌのカオスゲートへ行こう。アトリのことだけど、彼女の力を知ったサカキがそれを利用するために彼女を操っているのかもしれない。アトリの力、最近判明したことよ。彼女は非分使いなの。え？あ、急ぎましょう。取り返しがつかなくなる前に。マクアヌのカオスゲートからエリアへ行こう。別にいいけど。ジメジメしてるな、気持ち悪い。Thank you.
撃。誘ってくれるのか。冒険らしくなってきた。Yeah!
Yeah.
できないものはない。我々の勝利だ。したのかい、メトロノーム。オルゲルのように私を利用する気か。おやおや、消滅前のオルゲルの PC データから異常なコンピュータウイルスが感知された。オルゲルを自滅させた理由は何だ。お前は何が目的でシックザールに加わっている。シックザールの解体と言ったら驚くかい。何、我々の上司ジーニアスは日和見主義で成果を出さないフリューゲルを見限ったということさ。そして僕は新メンバーの選別を依頼されてシックザールに配属された。バカだ。本当は君も同じもどかしさを感じていたんでしょ、ジーニアスはね。実は君を高く評価しているんだ。君はもっと自分の価値に見合った役職に就きたいとは思わないか。やっちまえ。月の木の理想がわからないやつは消えろ。お前たちはクズなんだよ。アイダの影響を受けた隊員たちね。トキオ、ここは私に任せてください。みんなやめて、もう家に帰るですの。やっ、付近のアイダを戦慄一気に低下。 PC…トキオ、アイダとは関係ないってしらばっくれていたけど。その話は後で。とにかく先に行こう。さあ冒険開始だ。Thank you.
ついて。戦っているぞ。なんなんだお前は。呪いぜ。弱え野郎だ。つまみにもなりゃしなんて強さなの月の時を。アリーナの時よりもたくさんの子がハセオの負の感情に捕まってます。ハセオの中に閉じ込められてます。ハセオの後を追おう。Oh, yes!
ストライク撃撃
セオは、ハセオはどこだ？いないぞ。トキオ、待って。この場所は、まるで。なんだここは。が、静かに、声が聞こえてくるわ。なんか、あんたってうざいよね。はあ、うざい。うざいっていうか、やばくね。やば。あ、聞こえないぞ。ハキハキと喋れ。最近の若いもんはちゃんと挨拶もできんのか。お母さんの言うこと聞いてればいいの。お友達はお友達、あなたはあなた。あれはあそこにいるのはアドリ、それにハセオだ。一生懸命やってもやっぱりダメなの。頑張っても頑張っても誰も私を褒めてくれない。誰も私を認めてくれない。誰も私を見てくれない。状況は最悪ね。二人とも間に侵食されてるわ。そしてこのエリアは誰かの、おそらくはアトリの記憶をもとに構成されたアイダの疑似サーバーのようね。アトリの記憶？の碑文の力。くだらねえ。スケース。誰も振り向かねえよ。攻撃するのをためらったのか。くそ。
い、ハセオ、お前アトリをどうする気だ。どうする気かだと。分かりきったことじゃねえか。今さら聞くなよ。ハセオ、お前。ああそうだ、お前にも言ったよな。邪魔をすれば食うってよ。聖堂で長谷尾の記憶、シノが目の前で消えていく。失うのは嫌だ。
嫌だ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 。ハセオ、心を強く保て。闇に飲み込まれるな。お前がここにやってきた本当の理由を思い出すんだ。理由だと？俺は力を手に入れるためにアトリ。違うよ、お前はアトリをキルするために来たんじゃない。そんなことをしにここに来たんじゃない。だったらアトリにとどめを刺そうとしてなぜためらったんだ。お前は本当は俺はアトリを助けるためにここに来たんだよ。そうだろう、お前はアトリを助けようとした。今度こそ助けたかったんだ。だから誰よりも早くここに駆けつけた。大聖堂を繰り返したくなかったんだ。うわなかったのは力なんかじゃないだろう。お前が本当に取り戻したかったのは、アイダ反応の消滅を確認してきたわ。このエリ、ハセオとアトリに取り付いていたアイダも完全に消えたようね。後のことは私に任せて、あなたは先にタウンに戻ってて。当然の結果ね。ハセオ、早く立ち直るといいけど。お疲れ様ですな、アイカちゃん。アイカちゃんこそ大変だったでしょう。今回はアイカちゃんがいなかったらきっとひどいことになってたよ。ありがとう。そんな。あ、今のは橋の方に歩いていったぞ。どうかしましたか、トキオ。黄昏の旅団のオーバンがいた。オーバンの後を追って橋に行こう。